お、うさみくちゃんハートありがとう。こんにちは。めぐねちゃん、でんでんちゃん、まままちゃん、ちょろんこちゃん、たくちゃん、フィジオちゃん、やちんちゃん、みみちゃん、こわくまちゃん、とびまちゃん、ありがとう。ぎゅぎみやちゃんさん、こんにちは。はち、こんにちは。みなさん、こんにちは。現在がちいべ中のたきりやショールーム、ポイントにご協力よろしくお願いします。昨日は多分一時的に疲れで夜元気なかったみたいで、朝起きたら元気になりました。すいません、ご迷惑おかけしました。インベーニャンちゃん、こんにちは。ひょっきらありがとう。今日キロア君がユリアちゃんの部屋にいてくれるんだってね。おいで、おいで。暑いよね。じゃーん、久々のキロア登場。鳥来たよ。かわいいね、本当に。かわいくない？うちの猫かわいいでしょ。癒される本当に。このまま1時間配信したい。爪が引っかかったね。爪引っかかっちゃったね。ごめんね。わ猫パンチ。猫パンチ。かわいい。長いでしょ、うちの猫。ほら。画面から飛び出す。うちの猫でかいでしょ、ね、うちの猫でかいんです。でかさアピール。猫パンチされたよね。猫パンチ、ほら、猫パンチ、猫パンチ、猫パンチ。わかったわかった。下ろすためにゆっくり下ろさないと危ないでしょ。大滝さんが小さいの。キラー君もでかいんだよ本当に。よしきさん、こんにちは。めぐねちゃんの猫パンチかわいいっしょ。かかしちゃん、つたき様です。百均にさ、なんか猫用のなんかさ、マットが売ってるらしい。切る？猫用のマットいる？こまるちゃん、つたきさん、たかちゃんもつたき様です。元気になりましたよ、ゆりあちゃん。頑張って。はるくん、つたきさんもいいです。とんぴまちゃんもセクシーローズありがとう。なおなおちゃん、ポコの。ああ、よかった。みんなありがとう。心配してくれて。で、あびちゃんもこんにちは。そかんとこお疲れ、ギフトありがとう。みんなありがとうね。体調不良を謝るして。
そうなの、ちょっと最近の昨日ね、メンタルとメンタルやられて、あと普通に心身ちょっと首が首やられたのかわかんないですけど、その影響で頭痛くて。ポコネオンプありがとう、でかいよピーリスちゃん、こまるちゃん、めぐねちゃん、ファネベルアップ、いけちゃん、よちちゃん、こんにちは、かわいい、すぐ身だしなみ整えて切る、全然話聞いてない、しょうじちゃん、おっぱありがとう、キラさん何してん、すごい噛むやん、そこになんかあんの、詰め噛んでんのかな、切る、振り返った、キラ切る、チュル食べる、あ、消えた、切る、チュル食べる、熱いし、冷やしチュールでもしてあげようか、冷やしチュール、冷やし中華みたいな言い方してるけど、どうなんだろうね、猫って冷たい食べ物とか食べんのかな、氷食べるよね、イカ太郎さん、ハートありがとう、モッコンちゃん、プチュッチュありがとう、かわいいでしょ、うちの猫ってやん、うちの猫ちやかわいいんですよ、ほんとにねえ、冷やしチュール、冷やしチュール始めましたってやろうかな、ね、冷やしチュール、温めた方が食いつき良くなる気がする、あ、そう、何しても食いつきいいけどね、キラーくん。キラーくん何してもチュール大好き人間だから。チュール食べる人。チュール。おい、チュール。ほら、尻尾で返事する。母さんもゴンクルームより、ありがとうございます。キティ?ハロー、キティ、こんにちは。ってこと?ヒロさん、こんにちは。地球派と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 。イキュリアオシ、ありがとうございます、かわいい、キラくん1時間配信したらめっちゃあれなんじゃない、人気配信者になれるんじゃない、キラくん1時間1日1時間キラくんだけで配信したらなんかすごそうじゃない、猫好きっていっぱいいるじゃん、チュール求むって言ってね、チュール求むって言って、僕はこれからモノマネ館キサラでマネだ成功を見てきます、え、あ、待って、チューブちゃん、チューブちゃん待って待って待って、チューブちゃん、チューブちゃん待ってって言ってるのに、ねえキルア、はいって言われ、キラくん画面からすぐ消えそう、ちゃんと全体的に映すよ、広範囲で映したらキラくんがほら画面から消えないように広範囲で映すから大丈夫、チューブちゃーん待ってって言ってるじゃん、チューブちゃーん、チューブちゃーん、ねえキラー、すごいのどかな、ピヨ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 ン、すごい、ね、ピヨピヨ音がのどかな証拠だよね、東京ではこんなピヨピヨ音聞こえないでしょ、皆さん
コンクリートジャングルではこんなピヨピヨ聞こえないでしょ。ミルクテイちゃんこんにちは。なんでしょう。チューブちゃん。ふう。息が続かないわ。息が続かないわ。おじゅんくんぷちゅっちゅありがとう。チューブちゃーん、うん、振りが長いんじゃ。チューブちゃんがじゃチューブちゃんチューブちゃん名前呼んだだけなのに。タワーの最速ですね。正解です。これでまたユリアちゃんは変なリスナーさんに怒られる。また変なリスナーさんに怒られちゃうよ。タワーの最速ですねとか言って、そうですとか答えるとまた怒られるんですよ。ユリアちゃんユリアちゃんなんか捨てアカみたい、捨てアカに怒られるんですよ。でも最近来ないですね。最近説教来ないですね。フロムチューブちゃんからなんと猫ちゃんタワーいただきました。ありがとう、嬉しい。え、嬉しいです、ありがとうございます。ガチガチ嬉しい。また怒られるかもしれない。怯えてんだからエリアちゃんいつも捨てアカごときに、捨てアカごときに。ありがとうにゃん、嬉しいにゃん。 I love from tube にゃん。こんなふざけてるけどありがとう、ありがとう。今西ちゃん、こん今西ちゃんマルベラッパありがとう。ミルクティちゃんもキラキラ、ポコちゃんもつたきさまです、ありがとう。そう怒られるんですよ。このユリアちゃんのルームって強制させられてるって、あのギフトを強制させられてるタワーね、ルームだって。配信主がギフティングを強制するようなルームだってわーって言われてるんですよ。違う、まあありがとうございます。これです。チューブちゃん、チューブちゃんこれありがとうございます。届きました私の手元に。それを言いたくて昨日ねちょっと開封しちゃったんですけど、昨日チューブちゃんがいないところで開封してしまったんですけども、これあの届きましたよっていうのを一報受け取りました。じゃーん、かわちい長袖だからちょっとね今年の秋頃また涼しくなったら着ようかなと思います。めっちゃ可愛い。私ウサギ好きなんですよ。あ、メタボネコちゃん、オンプチュッチュありがとう、メタボネコちゃん。でパシオスも受け取りました。それなんかさ、なんか入ってたんだよね。ほら見て、チケット入ってた。これウサスイですか。新作なのに長袖。猪狩しのぶ展っていうね、メイクアップアーティスト。猪狩さんってフーミーの、作った人だからね、メイクアップアーティストで、フーミー作った人は、これあれですか、お誘いですか、ゆりあちゃんのこと。デートのお誘いですかね。猪狩しのぶ展行きませんかっていう。で、こちらも T シャツ。いただきました、ありがとう、届きました。それは知らないです、僕は入れてない、ね、不協和音のように言われました。すいません、勘違いお化けなんでピンクと黒と。ピンク開けたい、ピンク欲しかったんですよ。
かわいい。でもゆらちゃんってなんかピンクのイメージないじゃん。ピンク欲しいなって思ってたんですよ、ピンクの服。かわいい。痩せなきゃね。なんか子供服みたい。かわいい。ピチピチパツパツになりそう。ピチピチチャップ、ピチピチパツパツ、ピチピチパツパツ、プリ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 、ブン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 みたいな。でキラどう、似合う？キラ似合う？これ似合う？すごい爪でガリガリやられてる。似合うって聞くと。かわいい、ありがとうございます。エンジェルブロー、ピチピチパツパツが似合い、バズるの怖いな。そんな世の中やだそんなのやだよ。そんな恥さらしみたいになっちゃう。服着て、お気に入りの服着てピチピチパツパツだって、でピチピチパツパツとか歌わなきゃいけないんでしょ。恥ずかしいそんなこと私にはできない。バズったらスポンサー料、バズったらね、ちょっと提供料として一部いただこうかしら。その人に譲るわ、できる人に譲るわ。でもこれ、それができるのはこんぐらいのガタイのいい女しかできないんだよ。細い女が、細い女って言い方、細い女性がそんなことやっても全然パツパツじゃないじゃん、ピチピチじゃないじゃん。パツパツまでもええやん。着てみよっかじゃん。え、ピンク着たかったんだよね。愛媛小路さん、オンプチュッチありがとう。着てみたかったんだよね、ピンク。うわ、マジピンクとか初挑戦すぎてくさ。よいしょ。じゃあちょっと脱ぎますね、ここで。よいしょ。放送事故を起こすような人間じゃないんで大丈夫です。この腕がないとピチピチパツパツにはなりませんので、よろしゅう。あ、安藤さんこんにちは。お風呂もよいしょ。これ今通ってないだけ、通ってないわけじゃないですよ。ちゃんと下まで通ります。あ、そんなにピチパツでもない。いや、ピチピチパツパツだわ。結構子供みたい。え、でも可愛い。やっぱり見て、どう似合う？ピンク。メイクしてないから怖いよな。メイクしてない部分がちょっとあれだけど、かわいいね。ちょっと平成になりたいからさ、はい、ちょっと待って。平成。このパンツと、このパンツと合わせたいと思います。パンツ、デニム。ということで、着替えます。パンツ食い込んでるわ。この椅子便利ですね、後ろで着替えられる。そう、夏休みの小学生っていうか、アメリカの女の子になりたいなって。これインした方がいいのかな、洋なし型みたいな感じの体型だから。ジョン、インした方がいいのか。うお、すごい、今時いないぞこんなやつ。それか出した方がいいのかな。ここがね頑丈なんですよ。これ出した方が可愛い。あ、出した方がアメリカっぽい。でサングラスかければいいんですよ、これに。わかりますか。みんな、みんなムカデ、みんな大好きなムカデがいるぞ。みんなムカデがいる。おいでおいで。
みんなが大好きなムカデ閲覧注意だよ。こっからほらムカデ、ムカデ、うん、今配信に映してる。どうすれば行っていいの？いいよ来ても。今ムカデ映してるから。あれ持っていけばいいの？キルムカデホヤロ退治しなさいよキルは。やばーい、ムカデ退治。でもちっちゃいよ、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。うえどこうえちっちゃい、ちっちゃい、うん、そんなに大きくない。ちょっとキラー君、おうおう、ちょっと動いた。いいよ行っても。中くらいって感じ。ママが今作業してます。退治する。できたできた。いやいや、これ部屋入ろうとしてない。入るな入るな。で、撮って撮って、何してる。撮った。ゲットしました。まあゲットしました。ムカデほら、ムカデゲットだぜ。でれ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 。これ多分前回出たぐらいの半分だよ。半分、太さは3分の1で、太さは半3分の1で、長さは2分の1ぐらい。これの倍の長さの、太さ3倍ぐらいのあのムカデがこの前出たんですよ。そんなの関係なく私は過ごしますけども、はい、そんなの関係なく私は過ごします。でこのサングラスをやめます。で耳かけます。でこれをかけます。ほらいいやん、海外女子みたいになれるやんこれで。もうちょっと金髪とかだったらいいんだけどね。いいやんいいやん、かわいいやん。Hey, hey, you, you, I was walking, then, 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 then,休日コーデみたいな、海外の休日コーデですよ。じゃあ皆さん抽選で1名様にあのムカデプレゼントしますんで、欲しい方。
いましたら。あきら 100% みたいになってきた。やばい、芸人感出てきた。タリドリちゃんハートありがとう。ティーちゃんもありがとう。タリドリちゃんもハートありがとう。夏休み中の平成の小学生、いいやん。それゆりあちゃん目指してたとこでもあるから。安藤さんか、お花ありがとうございます。 Thank you 安藤さん、ありがとう。こんにちは。普通にいた今、ある意味ね、放送事故。オイラの部屋にもいた。お、シュイジュウちゃんファンレベルアップ183人目、ありがとう。オイラの部屋に向かっているの。取りなさい。あ、グッピー、みんちゃん、おぷちゅっちゅ、やっほー。昔温泉入ってた足の甲をムカデが歩いて行ったことある。怖っ。いいでしょ。おててさん、こんにちは、ありがとうございます。おかみきちゃん100人ありがとう。では現場へ戻ります。いってらっしゃい。メイクするともっといいかもね。このさ、このパンツのさ感じが、パンツの色がさ、もういいよね。平成感があるよね。わかる。そしてこのちょっとワイドのこうなってバギーパンツみたいになってるんですよ。これバギーパンツみたいになってるのもまた平成感があっていいよね。色味と、なんかさ、もうちょいなんかピッチティー、こんぐらいのさ長さだったらもっと可愛いかもね。お腹ちょっと出すみたいな。こんなこうまくり上げてみたいな。そしたらちょっと痩せ、ちょっと腹が出てることによって痩せてる雰囲気を醸し出すみたいな。ほら、かわいい。テレレレレレテレレレレレテレレ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 レ。メイクとかちゃんと、髪の毛とかちゃんとすればもっといい感じに。ブン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 、バイクだけにブブン。チップチップチャポチャポドビドビダバダバパチコリドビドミブンブンブン。ピチピチチャポチャポドビドビダバダバパチコリドビドビブン。分かった。ベルトとかね、そうそうそう、ぶっといベルトみたいなのしたらもっとね平成感あっていいかもね。小学生みたいで可愛いけど、これ一応大人用だからね。でもこれ大人用だよ。でも一応ね、これ大人用ですから、一応皆さん小学生、子供用の服着てるみたいに見えるけど、これ一応大人用ですから、皆さん、大人用ですから皆さん、こちら。お、私ほら見て、エンジェルブルーのモデルじゃない。エンジェルブルーのモデルも、モデルになれるよ。ねえ、起用してもらえるかもしれない。エンジェルブルーの人に目入ったら、こうやってね、二つ曲げして、こうやって二つ曲げしてさ、
ジェルブルー大好き人間みたい。好きだけどね、大好き人間なわけじゃなくて好きなんですよ。ほらいい感じ、広告狙うわ。すっぴんメガネだけど、モデルごっこなんで許してくださいこれモデルごっこなんで許してください。すいません、ペコリーペコリー。お、みおりんちゃんこんにちは。ラッキーのちゃん、安藤さん、おっぱありがとう。ファンリビラップ、ももんが、もも、もがかるさんもファンリビラップ、ありがとうございます。モデル、モデルごっこしてるだけなんで、やばい、時計が見えない、反射で。いいですね、面白いですね。どうですか、ピンク似合うかな。こういう薄めのピンクを着るのは初めて。カラコンとかつけてもっとなんかイエーバチバチみたいに平成気取ればもっと可愛いかもね。平成小学生、平成小学生選手権だったら1位取れそうじゃない。平成小学生ファッション部門だったらグランプリ取れそう何その、何そのグランプリね、どういう、どういう大会だよって思いそうだけど、取れそうじゃないですか。あ、ゆりぱいちゃんこんにちは。平成小学生ファッショングランプリ第1位になれそう。うん、サチパウダーキラキラ。こうせいさんこんにちはそんなイベントがあったでそう。でもちょっとパツパツ、そうでもない、そうでもないか。ちょっとさ、昼ご飯食べたばっかりだからさ、お腹が出てるんだけど、まあもともとそんなに痩せてはないので申し訳ないんだけど、太ももがめちゃめちゃ太いんですよ。だからね、すごいね、体幹が良くて、すごいね、足がね、足腰強いんですよ私。なので負けません、誰にも。こうやって誰にも負けません。家族より、家族で一番強いんじゃない。でもこのパンツ、このパンツがね本当に神で、ちょっとここね気になるかもしれないけど、いいんです、好きなもの履いて生きてきるんです。これはユニクロです、これはユニクロです。めちゃめちゃいい、2本ある。あ、待って、もう1本の方が平成っぽいかな。もうちょっと薄めの色なんだけど、もうちょっと薄めの色のパンツの方がアメリカンな感じするかも。どう思います、これちょっとおしゃれだもんね、色合い的に。ちょっと 青すぎておしゃれになるけど、もう1本の方がもっと爽やかで小学生感出そうだけど、どうかな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 。クロミちゃん前メロなんだけど、あっち、これが一番涼しいよ、これが一、ブラトップが一番涼しいよ。これでさ、もうちょっとさ、ここぐらいまで痩せててさ、ここぐらいまでシュッとしてたらね、可愛いのかもしれないけど、ごついもんね。顔出し NG 配信者、すぐ脱ぐ、暑すぎて
びっくりした。大丈夫で、ブラトップっていうかタンクトップ着てるんで、ショールームさんには怒られそうだけど、あ、ショールームさんには怒られそうですけどね、こんなことしてた。初見です、こんにちは。初見さん、よいしょ。初見さんこんにちは。これ私半袖、半袖どこやったっけ。これが一番夏過ごしやすいんですよ。薄くて、薄くてめちゃめちゃ過ごしやすいんですよ、これ。よいしょ。体型もあんまりわかんないしね。このパンツマジでおすすめ、おしゃれだよ。足短いドラえもんでもおしゃれになるから大丈夫。リアちゃんみたいに足が短くて太ももが太くてもストレッチが効いて履けます。なので大丈夫です。なので皆さん心配いりません、大丈夫です。おしゃれなドラえもんです。エリアちゃんはおしゃれなドラえもんですから、おしゃドラです。おしゃドラ、アイゼットちゃんプチュッチュありがとう。皆さんポイントありがとうございます。イッシーさん、竹もっちさんフォローありがとうございます。こんにちは。カズさん、ベアーさんこんにちは。クロさんもこんにちは。初見さん、マチュミンちゃんこんにちは。100キラありがとうございます。皆さんこんにちは。暑い、100キラありがとうございます。竹持ちさん暑いね。ファッションショーするとちょっと暑いっすわ。ファッションショーしたおかげちょっとあちあちになっちゃったけど、楽しいですねファッションショーね。暑い、そろそろ時間、本当だ40分だ、早い。そろそろお時間の時間です。皆さん配信見てくださってありがとうございます。面白すぎてさ、いろいろ面白すぎてあっという間に終わっちゃったよ。13位から壇上発表します。13位渡り鳥ちゃんありがとうございます。12位サミックちゃんありがとうございます。12位もこんちゃんありがとうございます。11位えひめさん、えひめこうじさんありがとうございます。10位いけちゃんありがとうございます。9位にょんぴーちゃんありがとうございます。8位とんぴまんちゃんありがとうございます。7位総監督ありがとうございます。6位ポコヌンありがとうございます。5位メタボネコちゃんありがとうございます。4位じゅんくんありがとうございます。3位みんちゃんありがとうございます。2位安藤さんありがとうございます。1位がどこ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 ちゃーん、チューブちゃんありがとう。チューブちゃんからありがたわいただきました、ありがとう。 Thank you。 なんか時間あっという間すぎて本当に足りない。次の配信でお会いしましょう。一応ね21時半予定なんですけども、あの時間変更ある場合は連絡しますのでよろしくお願いします。ではお伝え様でした、ありがとう。
はこんばんは。今終わった。終わって帰るところです。ねえ、トンピーマンちゃん、やっちんちゃん、一服さん、こんばんは。たくちゃんもこんばんは。今終わった。終わって帰るところで、 Wi-Fi がね。ワンニャンちゃんありがとう。ハチレインボースターありがとう。珍しい、5個なんて。10個なくなっちゃった。もうレインボースターなくなっちゃった。ネギムシャこんばんは。10個が当たり前と思うなよって思った。すません。テリバちゃんオープンありがとう。テチテチソーリーちゃん、アルパカちゃんこんばん。ヒロくんだるまありがとう。ロッペンちゃん、ガチャン、ツタキ様、カズオさんもオンプありがとう。サンダーさんもありがとう。ガッチャンもオンプと、ラッパありがとう。ポコちゃんだるまありがとう。今お外にいます。聞こえる？聞こえますか？今 Wi-Fi 切ったんだけど、聞こえますか？皆さん、総じてお伝え様です。イオン来ました。イオン、イオンって言っちゃいました。悲しい。なんか美味しいのないかなって買いに来ましたけども、サティかな、サティ、サティに来ました。何買おうかな。なんかさっぱりしたものを、さっぱりしたおつまみ食べたいなと思って。何がいいかね。諸事情ちゃんこんばんは。あ、聞こえてる、よかった。まるちゃんも100キラありがとう。個人場所なんて言わないですよ。場所なんて言ったら危ないですよ。言わないですよ、どこなんて。須田子、須田子はないな。却下で。チーズ食べようかな。チーズ食べようかな。チーズ好きなんだよ。ブラータ、刺身こんにゃく、またチーズ好きなんだよね。裂けるチーズ、また タン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 スーパンダー。刺身こんにゃくは好きよ。どうしようかな、他、他作ろう。ピーチーズ、他、あ、無糖白ぶどうあるよ。ちょっと買ってみようか。お寿司何もなかった。はい、カニカマ食べれません、残念。はい、残念、カニカマ食べれません。
ニカマ苦手分野です。冷ややっこ、あ、いいね。冷ややっこ、あ、イカ明太だって。イカ明太うまそうじゃない？美味しいかな。イカ明太、イカの塩辛にしようかな。イカの塩辛とイカ明太どっちがいいかな。味比べ。うまそう、これ。中華クラゲもうまそう。中華クラゲ、さっぱりしたやつとは。え、イカってさっぱりじゃないの？え、イカってしょっぱらい、しょ、さっぱりじゃない。イカ明太、あの塩辛うまいよ。え、なんか間違えた。でかいな。イカ明太、イカの塩辛、うまそう。わ、いいな。エビのかき揚げいいな。エビのかき揚げ良くない？そんな売ってなかったんですけど。お刺身は刺身、さっぱり涼しげ、高。あ、なんだこれ。アジ、アジ。でもさ、かき揚げなんて食べたらそれこそさっぱりとはって感じじゃない？それこそさっぱりとはって言われそう。柚子おろしポン酢冷ややっこ、ねぎ生姜だれ冷ややっこ、悩むね。イカそうめんもなかった、売り切れ。サーモンのあの柵しかなかった。もう、まあ、この時間帯ですもんね。キムチ食べようかな。ね、うん、あ、長芋。例えにキムチ、ごま油。美味しいよね、美味しい。納豆じゃなかった、豆腐やった。へえー、悩む。悩むよ、エリアちゃんは。ちゃんと美味しそう。冷やし茶碗蒸し、咲くこと丸かじりはね、よくするんだけどね。サーモンってさ、めっちゃ脂っこいんだよ。またピッて言っちゃった。山芋にしようかな。山芋、いや、めんどくさい、めんどくさいから、やっぱり、あ、でもあれ、カニカマ嫌いっつってるけど、
カニカマ嫌いって言ってるけどさ、あのチーズ入ってるやつめっちゃ好きなんだよ。あれ、あ、明太子いいな。マグロ、マグロとかもうね、なかったよ、お刺身は。これにしようかな、チーズインカニカマみたいな。これ安いのないのかな、もっと。ちくわあんま好きじゃない練り物あんまり好きじゃない。練り物がそんなにって感じ。これにしよっか。カニカマ嫌いって言ったよ。だけどいいんです。嘘ついた。チーズ入っていれば食える。結構変色ですよ。やばい、もう間もなく閉店だって。ミルクティータマイピーさん、こんにちは。やばい。レジに進みます。やばい、閉じ込められる、閉じ込められる。あれ、これどうすればいいの。これどうすればいいんですか。あ、はーい、あら、間違えた。はい、はい、607円です。お支払い方法をお選びください。和音ポイントをご利用の場合は先に押してください。お支払い方法を選択してください。画面からお選びください。カードをスワイプしてください。現金をお入れください。よいしょ。領収証が必要なお客様は領収書をタッチしてください。お釣りをお取りください。お釣りをお取りください。2181円、ありがとうございました。はい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 、現金払いにしましたよ。何か悪いですか。誰もおらへんかったから、どんぶり飛び込むわけがないさ。すごい名前変わるね、この方。名前長っ。どとんぶりさん、サイリウムありがとう。ミルクテちゃんもキラキラありがとう。お、イゼットちゃん、音符とお花ありがとうございます。え、なんかすごい盛り上がり度数がめちゃめちゃ高いんだけど、ゆりやちゃんのルーム。なんでタワー立ってる、もしかして。違うね、珍しい。閲覧者が多いのかな、イリアちゃんのルーム。ニクニク現金払い、まあね、何でも使えますよ。現金も使えますし、気分で決めてるんで。どんな支払いしようかな。イオンだ、イオンで爆上がってん、どうしたん。びっくりしてるんですけど、私は今怖っ。
セルフレジラジオ配信ですよ。セルフレジラジオ配信。そんなみんな別にすごいことやってるわけじゃないのに。あ、来た。一瞬自分の車なくなったかと思っちゃった。あと残り何日、あと残り何日だ。6月って何日で終わるんだ。30日で終わるのかな。そうするとあれだね、残り今日明日明後日し明後日日曜日までに頑張んないと。機械にいつもありがとうございますって言われたらどういたしましてと返します。マジか、すげえな。あと4日ぐらいで A ランクに到達できるかな。50万ポイントぐらい必要ですけども大丈夫かな。ということでちょっと待ってね、この枠は40分だから10時10分までか。10時10分までだからあと15分だ。こんなにそんな買い物したよりやつやん。そんなに買い物したかな。あと15分、25分ぐらい買い物してたってこと？意外に買い物してた。ひろくんありがとう。だるま、ぜひ皆さんポイントご協力よろしくお願いします。1日20万ポイントとかいったら嬉しいですけども、かなり難しい話っすよね。でかく見積もりたい。余裕を持ちたいよな。 A ランクももういつもキワキワで、まあキワキワで A ランクになれればそれで私は嬉しいんですけども、頑張りたいな、ギリギリまで。なんで A ランクを保ちたいかって言ったら、やっぱりショールームへのモチベーションもモチベーションが段違いに変わりますし、タイムチャージも段違いに変わるんですよ。本当に天と地の差ぐらいで。なのでまあ小ランクは上に行けば行くほど、まあ、皆さんも知ってる通りタイムチャージというものが上がるんでね、それだけまあ嬉しいですよね。タッケンのイオンってだけでワクワク。そうなんや、ワクワクするもんなん。イオンってだけで謎すぎる。シュカラさんハートありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。よいしょ。駐車場に閉じ込められないように。さすがにね、駐車場にはね、閉じ込められないと思う。シュカラさん、レインボースターありがとうございます。その土地によって売ってるもんも違うしね。そうなの？違うんだ。一生っぽそうだけどね。
あと10分ぐらいですね、この枠。すごいうるさい車。やっぱ田舎は静かだね。この時間帯でさ、こんなにも車の音がしないってすごいと思う。おうとりわちゃわちゃ、人もいない、歩いてないしね。本当に田舎だなって思います。まあ新潟はね、こんな時間帯ね、人なんて歩いてたら危ないですからね。危なくもないけど、歩いてることまれにないですからね。車です。今さっきバイト終わって、ほんと9時半ちょうどにバイトが終わったんで、今車です。でスーパー寄って買い物して帰ってきた。28から29は再び警報級の大雨の恐れ、土砂崩れに注意あって北陸。マジか。さっき運転してたよ、まわりさんに止められた。え、なんで？なんかしたの？職質？怖いわね。ねえ、怖いわね。おまわりさん、でも一回私もおまわりさんに止められたことはないな。ライトが、車のライトが切れてて整備不良で罰金。マジか。整備不良で罰金か、大変だ。イゼットちゃんはネベラップありがとう。ミカゼちゃんかわっちありがとう。なんか喉痛いな。飲み物買ってくればよかった。アタクちゃんオープンギフトありがとう。エジ枠がね、20ちょっと待っててくださいになってるよね、ずっと。字枠が字枠23時50分からまた配信します。南イオンの駐車場有料化されたけど、いまいち使い方わからない。あれどうやって追加料金でどうやって払うんだろうね、本当に。コロナまた流行ってるみたい、気をつけ。あ、そうなんだ。ちなみにこの前うちの弟がコロナになってた。若い頃市内で強盗にあって検問で止められた。あー、でも私検問されたことないな。検問見たことないな。そう、有料化されたんですよ、南のイオンね。全然私もあんまり行かないからわかんないんですけど、南のイオン有料化されてますよ今、新潟県。大変だよ。お、人が歩いてる。珍しい。すごい、なんか3703、ありがとうございます。なんかね、盛り上がり度っていまいちなんか小ランクには影響がないんですよね。何なんだろう。もっとなんか影響力強くなってほしいんですけどね、その盛り上がり度数も。疑われてトランクまで見られたよ。あ、そうなんだ。強盗、まあ仕方ないよね。みんな見られるもんなんじゃないの、検問って。わからん。検問されたことない。職質しかされたことない。職質もさ、車の中でさ
喋ってたらさ、食事電話しながらなんか喋ってたらさ、食事トンコンとか言って食事されてさ、なんかめっちゃ車の中じらーって見られた。でも多分その時めっちゃ大きな箱をさ、ゆりあちゃんはさ車に積んでたのね。人が歩いてる新潟あるある、全然あるあるじゃねえよ。どこでも歩いてんだろ人なんて。こきちゃんこんばんは、ありがとうございます。なんかさ最近すごいイライラする。なんなんだろうね。まだ生理、まだ生理真っ只中、まず直前だからまだそこまでちゃんと回復しないのか。終わった昨日ぐらいにちょうど終わったから、それの延長なのかな。まだ起伏がさ、なんか気持ちが上がらないというか、なんというか、昨日多分昨日の影響もあるんだろうな。もう本当に怖い。昨日の影響もあるんだろうと。コンビニ駐車場入ろうとした反対車線、反対車線で見つかった。まさか更年期、さすがに早いか。更年期ってどういうこと？ゆりあちゃんに言ってるんですか？ダメですよ、女性に更年期なんて言っちゃ、それ失礼に当たっちゃいますからね。まったく謝罪案件ですよそれ。ゆりあちゃんのルームで更年期なんて言ったら YouTube 危なかったですよ。ゆりあちゃんがすごい大有名人だったら、もうてちてち、もう破壊締めされるとこでしたよ。ネギムシャファンレベルアップ、ありがとう。なんかともえチャンネルみたいなさ、わかります？ファンとオタクとファンが、オタクとファンの夫婦みたいな、カップル YouTuber じゃなくてもう多分結婚して夫婦になってるんだけど、そのともえさんっていう、もともとアイドルしてた子がいて、そこでもう嫁だからさ、別にさ、その何言ったっていいと思うんですよ正直。何言ったっていいと思うんですけど、それでもめちゃなんかコメント荒れてたもんな。そう、 TikTok だかなんだかで、ショートだかで。怖いよな本当に。めっちゃ荒れてたよ、うん、あ、そういうこと言うんですねみたいな、がっかりしましたみたいな。カツオさん、おつたき様です。だからさ、世の中さ、何がどういう風に影響されるのかわかんないよね。まずそれは女の子に更年期とかさ、イライラしてた時に更年期とかさ、生理とか言ったら、そりゃこっちもまたイライラプラスされるよなって思うもん、正直な話。はってなるよね。そりゃなるわ。ゆうくんさん、こんにちは。ならない女子多分 10% ぐらいかな、わからんけど。皆さんこんばんは。もうあと2分なんで男女発表していこうかなと思います。皆さんこの枠もありがとうございます。字枠が23時50分からです。デザインからてちてち、ありがとうございます。12位、誰も折れへんかったから道頓堀さん、ありがとうございます。11位、和夫さん、ありがとうございます。10位、もこんちゃん、ありがとうございます。9位、総監督、ありがとうございます。8位、たくちゃん、ありがとうございます。7位、わんにゃんちゃん、ありがとうございます。6位、ひろくん、ありがとうございます。5位、かっちゃん、ありがとうございます。4位、デリバちゃん、ありがとうございます。3位、ハチ、ありがとうございます。2位、北村ランド水道橋さん、ありがとうございます。そして1位がどこ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 、じゃーん、シジュカラちゃん、
ありがとうございます。皆さんこの枠もありがとうございました。13位でごめんね。なんでなんで謝るの13位で謎なんだけど。何、1位じゃなくてごめんねってこと。エボルタさんこんばんは。電池だ。なんかすごいよな。気をつけて帰ります。良い誕生日になりました。楽しい放送ありがとうございます。いえいえ、お誕生日おめでとう。たくちゃんもつたけ様です。びっくりした、なんか心すごいとした。ありがとうございました。皆さんも気をつけて帰ります。そうよ、イライラしてる女の子には決して生理なのとか生理やろ、テチテチと言うのが嫌だったかな。全然嫌じゃないよ。何に嫌気をが差すかの分かりませんが、全然嫌じゃないので別に謝らなくていいです。だってさっき謝ったやん、ごめんってさっき私に謝ってくれたやん。全然いいですよ。私は別に謝ってくれてたんで、別にどうでも、その後は別に何でも大丈夫です。しゅうじちゃん100キラありがとう。だるまもありがとうございます。では終わりたいと思います。おつたき様でした。おつたき様です。やっと3枠目でございます。3枠目、間違えて電気消そうとしちゃった。目薬さしたいな。ただいまじゃないや、間違えちゃったじゃん。ただいまじゃないですよ、皆さん。よいしょ。3枠目ですね、皆さんよろしくお願いします。やっと顔出しできる、嬉しい。あれ、さっき顔出したっけ。してないのよ。でも朝顔出したか。朝顔出したよね。皆さんこんばんは。朝顔出したもんね、そういえば。なんかさっき充電するの忘れたっぽくて、ティッシュが大事な。よいしょ、よいしょ。皆さんこんばんは。改めておてきりのショールームよろしくお願いします。たくちゃんこんばんは。おんぷちゅっちありがとう。いそにゃんちゃんもこんばんは。ありがとう。たこちゅありがとうございます。ドラミもつたき様です。おんぷありがとう。おりぜちゃん、きょんちゃん、もんこんちゃんもありがとう。おりぜちゃんもおんぷちゅっ、おんぷちゅっちありがとうございます。ばんじょちゃんも100キラありがとうございます。皆さんこんばんは。改めましておてきりのショールームありがとうございます。天気がよいしょ。よし、この枠も頑張っていきましょう。
ポイント応援ご協力よろしくお願いします。ぜひね、今イベント中なのでポイント応援してくださる方募集中でございます。今日はですね、なんとじゃん、こちら氷結無糖白ぶどうスパークリング期間限定やってというものが売ってたので、こちらを飲んでいこうかなと思います。氷結愛好家なんで、氷結からは氷結無糖レモン 7% をいつも飲んでるんですけど、今日はちょっと白ぶどうスパークリング飲んでみたいと思います。なんで今日飲もうかなって思ったんですけど、今日なんで飲もうかなって思ったかと言いますと、なんとまたハチちゃんが氷結レモンサワーをね、いっぱい送ってくださったんですよ。ありがとうハチ、ありハチ。なので今日は絶対、今日の夜は絶対に飲もう、乾杯しようと思ったんですよ。だから今日は飲もうかなと思います。まあ、時間制限があるんで、40分だから、40分の配信なんで、で50分から始めたから30分までの配信になるんですけども、まあガチベしつつなんですけども、やっぱり楽しく配信しなきゃいけないっていうのはやっぱゆりあちゃんのモットーでもありますので、楽しく配信できたら嬉しいなと思います。楽しくかつ全力でみんなと一緒に1位を目指したら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。なのでゆりあちゃん早速飲みたいと思います。皆さん大丈夫？最近ね、こっちの ここで配信するとめっちゃ途切れ途切れだから、あ、じゃーん、あ、いい匂い、白ぶどうの、白ぶどうのいい香りが、いい香りがしますよ、白ぶどうの。あ、とびまちゃんレインボースターありがとう、きらぼし、シンバルちゃんもハートありがとう、ハチもレインボースターきらぼし、最近ペースが早いからいつもより早めに送りました、ありがとうございます。そうですよね、最近だって配信で4本とか飲んだりしちゃうからね。とびまちゃん、つたきさん、シンバルちゃんもハートありがとう、みんなポイント応援ご協力。では皆さん、今日も一日おつたき様です。そしてガチイベ応援ありがとうございます。折り返しになってきました。目指すは1位、1位しか勝たん、勝たんしか1位ということで、みんなと一緒に1位取りたいなと思っております。ゆりあちゃんの目標はみんなで1位、全員優勝ということで、ぜひともゆりあちゃんの心強い応援団になってくれたら嬉しいなと思います。とりあえずケピー。うん、甘くない、なんか甘くないけど、ぶどう、白ぶどうって感じ。匂いはね、匂いは空の白ぶどう。匂いはね、すごい空の、匂いはね、本当に空の白ぶどうなんだけど、飲んでみると甘さがなくて、何なんだろうこれ、炭酸水、え、何なんやろ、え、何なんだろうこれ。かといって白ぶどうだから、なんか白ワインに近い味なのかなって、白ワインのスパークリングみたいなのに近いのかなとか、シャンパンとかに近い味なのかなって思いきや、全然シャンパンとかの甘み、あのなんか独特な甘みみたいなのとか、独特ななんかちょっと酸味みたいなのもなく、何なんだろう、何なんだろう、
え、何なんだろう。いや嫌いじゃない、私さ白ぶどうとか好きなんだけど、やっぱレモン、やっぱり氷結レモンサワーの方が美味しいなって思いますね。KP、高芝くんいるわ、目に入っちゃった。多分この人無言でいるよ、私のルームに。高芝くんはね、くんとか言うけどね、ゆりあちゃんよりも年上でね、あの誕生日が一緒なんですよ確か。違ったっけな。とりあえずうまいわ。とりあえずお酒が飲めたことに感謝、感謝感謝。トンピーマンちゃん、流れ星ハートありがとう。まあね、気になる方はちょっと飲んでみてください。今の感想で気になる方は飲んでみてください。期間限定なので、あ、期間限定なので、あの、あ、今度飲もう、今度飲もう、後で飲もうって思ってたらいつの間にかなくなりますからね。なので早めに飲んでみてください。プルルちゃん、おつたき様です、こんばんは。サンダさんもこんばんは。ストゼロのナシダブルもなかなかでしたよ、期間限定。なかなかってどういう風な、なんか、あー、サンダさん音符ありがとう。さっきの配信でテチテチ傷ついちゃったかな、ゆりあちゃんが言いすぎて。やっぱ言いすぎる部分あるんだよな、自覚済みなんだよね。いやでもあれ、ああいうのってちゃんと言わないと、結局他のところでも、他の女性配信のところでも、もしかしたら言っちゃう可能性あるから、あれぐらいビシッとね。あれはテチテチだけに伝えたわけじゃなくて、周りのみんなにもちゃんと伝えてるからね、理解していただけたら嬉しいなと思いますね。純一さんこんばんは。やっぱさ、大事にしないと、女性はね。美味しいけど 5% は物足りないのよ。 5% ってなると、じゃあちょっと甘みが強そうだね。ストゼロの 5%、 ストゼロなのに 5% なんだ。全然ストロングじゃないじゃんね。全然ストロングじゃないじゃん。弱々じゃん、弱弱。それほろ酔いじゃん。それほろ酔いじゃん。7% がちょうどいいかな。 9% までいくとあれだけど、 5% ってなると私もなんかちょっと少ないなって感じちゃうな。なんなんだろうこれ、なんで甘くないんだろう。何をイメージして作ったんだろう本当に。匂いは完全に白ぶどうの、白ぶどう、あのクーの白ぶどう飲んだことあります？マックで、マックにしかない、マックでしかないである、あのクーの白ぶどう飲んだことあります？匂いは確実にクーの白ぶどうなのよこれ。でも飲んだらブドウの味するかって言われたら全然しない。レモンの味するんですよ、飲むと。これは無糖レモンはレモンの味するんですけど、全然ブドウの味しないんだけど。私もしかしてコロナ違うね、私もしかしてコロナになったわけじゃないよね。もうやだよ、味覚がなくなるのは本当に。でも匂いがするってことは多分コロナじゃない、味覚は失ってない。コロナの時マジ1ヶ月弱味覚失ったからね。マジ最悪だったよ。ママがさ、コロナ、まあ、コロナ明け、コロナの時になった時、前の YouTube 見てくださった方は多分わかると思うんですけど、前の YouTube にね、そのコロナの様子をね、コロナの時の様子を上げたんですけども、ホテル療養だったの。前はホテル療養とか自宅療養とかなんかあったじゃないですか。今はもうそういうのないんですけど、そこまで隔離することないんですけども、昔ね、本当にまだ
もうテレビでコロナがすっごい有名になってて、もう100人コロナ出ましたよって言っただけでも大騒ぎの時代、もうほんと初期、コロナ初期時代に私コロナにかかってるんですけど、すごいんだよ本当に。酸素濃度みたいな、あの指挟むやつあるじゃないですか、それでなんか酸素濃度みたいなのを測るやつ、本当に少ないの。それでねもうすぐ分かったもん。お医者さん行って、まあ、車の中でもう車の中でしか検査できない時期だから、車の中で検査したんだけど、でさ挟みながら鼻ごじょごじょごじょ、鼻ごしょごしょごしょって、いや志村けんさん亡くなる前だと思う、志村けんさんが本当でも亡くなる頃だと思う、亡くなる頃だけどまだ亡くなってなくて入院中だったんじゃない、それぐらい本当初期、本当だから東京でもまだ数百人出てわーってなってた時ぐらい、新潟でも100人超えるか超えないかぐらいなんだけど、徐々に増えてく、本当にどこどこで何十人、どこどこ、本当初期になった。結構初期だった気すんだよな、あの時みんなにめっちゃ心配されたもん。本当周りに誰一人コロナがいなかったんだけど、唯一コロナになっちゃったんだよね、が。それでショールームできなくなっちゃったのよ、そのコロナのおかげでっていうか、そこ、まあ、コロナのせいでって言っていいかな、これはね。コロナのせいでショールームに行く2週間弱できなかったんだよね。めっちゃ落ち込んで、めっちゃ落ち込んで、もうそんなんだったらもう本当もういなくなった方がマシってくらい、この世からいなくなった方がマシってぐらい落ち込んじゃって、もう周りにも迷惑かけてることにも心が痛いしみたいな、もう本当に心が痛かったし、でも食べ物も味しないし、もうこの世の終わりみたいな感じだったよ、ビリアちゃんからしたら。シャンプーとかリンスの前もさ、やることなさすぎてさ、お風呂入ってたのよ、ずっとお風呂入ったり、ゲームもやる気になんないし、ほんと大変だったな、あのコロナ時期は。超初期なったんだけど、もうあれは味わいたくないね、本当に。あそこまでなるのか分かんない、今ってコロナもめっちゃ種類あるし、どんな風な形の症状になるか分かんないけど、私の時は味覚がなくなる、デルタ株みたいなのが流行ったやつかな、ほんと第2回みたいな、第1回ではなくデルタ株みたいなのが流行ったやつじゃなかったっけ、なんか名前がつき始めたぐらい、株なんちゃら株みたいなのの名前がつき始めたぐらいだったな。よっちさん、パンマンさん、こんばんは。めぐみのちゃんもかわち、ほんとすっごい初期だよね、ほんとびっくりしたわ、自分がコロナになった、ぴったり2週間休まなきゃいけなかったしね、その時ぴったり2週間休まなきゃいけないの、なのでね大変でした、悲しい。最近また流行ってる時、さっき総監督も言ってたわそれ。ということで今日のおつまみは、柔らかく酒もっつぁです。半分車の中でお腹空きすぎて半分車の中で食べちゃったからちょっと名前がなくなっちゃった。いただきます。トップバリュー、ベストプライス、美味しいよね、久々に食べた裂けるチーズ。
まい。なんかちょうどいいかも。白ぶどうとチーズだからなんかようみたいな、ようみたいな感じでめっちゃいいかも。もうほぼ裂かずに食うけどね。なんか裂いて食べるとさ、細かく裂いて食べるとさ、全然味しなくない？チーズのこれぐらい太いといいよね。これぐらい太いとやっと味するよね。うん、なんか糸みたいな、糸みたいに裂く人いるけどさ、味しなくない？わかる？白ぶどうは白ワインっぽい感じ。そうでもない。白ワイン、ワインって結構癖強いイメージあるんだけど、そんなでもない。苦味もない、別にさらっとしてる。匂いはジュースみたいな匂い、白ぶどうジュースみたいな匂いするんだけど、味飲んでみたらなんかただの炭酸水みたいな、ただの炭酸水みたいな味する。将来は、将来嫁に行くときは、まあ、あの婿養子とか望んでないんで、ゆりあちゃんお嫁様にも、お嫁様っていうか お姫様のようなあの扱いしてるくれるあの王子様を探してるんですけども、一緒に晩酌できるような人とがいいですね。それが一番いいわ。どんだけお酒飲んでも怒らない人がいいね。お正月とかずっと飲んでるからね。30日ぐらいから、29日ぐらいからずっと飲んでるからね。お正月は飲みべ高いよ、めちゃめちゃ。私はねずーっと、バツイチ年上の男性はいい。だからアピールして、私別にアピールしてこないじゃないですか、皆さん。私に本気でアピールしないじゃないですか。みんな結構なんかノリとかさ、ヘラヘラしてさ、いい加減じゃないですか。もっとアピールしてこなきゃさ、振り向かないですよ、私は。でもオタクっていうか、ファンと付き合うとか、ファンと結婚するとかは全然私の中では今は全然か、なんか想像さできないんですけど、もしファンの人の中に本当に運命の人が混じってるかもしれないから、むやみやたらに断固拒否ですとかは思わない。私はね、でも全然誰もアピールしてこないの。結婚してくださいとか、本気で結婚を前提にとかないないない。 DM とか全然来ない。ねえ、ピアちゃんハートありがとう。たぶん重荷になるんだろうな、ゆりあちゃんみたいな人間は。あんまり支えきれないんだと思う。わがままっぽい、わがまま娘っぽいでしょ。だから俺では支えきれない。全然そういう DM 来ない。なんか別に
マジで来ない。あ、でもたまに前何回かは来たことあるけど、すごい年下の子から来てたわとか、一緒にご飯来ませんかとか、ほんガチなんかなみたいな。塩辛、みんなが塩辛はいいぞっていうか塩辛にしました。この塩辛はうまいのか。うん、なんだこの塩辛、しょっぱい。もっちタコジュ、ありがとう。もっちこんばんは。チョランコちゃんもこんばんは。うん、もうちょっとイカの甘みも感じたかったな。ちょっと生臭すぎたかも、ユリアちゃんには。アランちゃんも千崎さんはね、全然私バツイチとか気にしないからね。再退社じゃなきゃいいです既婚者じゃなきゃいいです。一番重要なのは既婚者じゃないかですよね。ちゃんと独身かっていう話ですよね。でも最近ママがよく言うんですよ、ゆりあちゃんに。遺伝子だけは残しなさいみんなにもよくさ話すけどさ、遺伝子だけは残しなさいって、遺伝子だけは残してほしいって言われんの。安藤信也さんから愛を込めた花束、花束ギフトありがとうございます。まあ29歳でしょ、何歳まで子供が産めるかわからないんですけど、まあ高齢出産っていうものにだけはならないようにしてほしいのかな。変わったプレッシャーなんだよね本当に。あの別に結婚しなくていい、結婚しなくていいから、結婚しなさい結婚しなさいとか言われないけど、子孫だけは残してほしいみたいな、遺伝子だけは残してほしい、結婚しなくていいから遺伝子だけ残してほしいって言ってて、しかもその言い方がおもろくて、相手は適当じゃダメなんだって。それは不倫になっちゃいます。そうそうそう、相手は誰でもよくないんだって。ちゃんとある程度いい、ある程度ママが許可した人だったら OK らしい。謎だよね。今日もさ、ママと一緒に愛の里っていう恋愛リアリティショーを見てたんだけど、おもろいよな。ママの方が意外になんか恋愛してて草って感じなんですよね。私は本当に相手がいなすぎて、私も子供、娘に言ってた、白人と子供作れって。そうなの。ひろいちさんこんにちは。ハーフって可愛いか、わかる。ハーフって可愛いよね。ママは二重。顔、ママは多分二重の人と結婚しろって言ってんだと思う。
まあ、私も二重、私がめちゃめちゃ二重だから私の遺伝子継げばいいけど、相手の遺伝子がちょっと変だったら嫌だから、相手の遺伝子もある程度いい人だったらいいよみたいな、謎なんですよそこが。はい、二重、あ、八二重だね。サバリネちゃんこんばんは。ママの方がマジでなんかね、パートナー探し真剣にやってるわ。新たなパートナー探し、ママは本当になんかもう最後のパートナーを探すぐらいの勢いでしてますね。ひろいちさんハートありがとう。こんなことをこんなとこで言ったらママに怒られそうなんですけど、そんな感じですね。 MK さんこんにちは、こんばんは。初見です、枠の皆様お邪魔します。どうぞどうぞお邪魔、ゆっくりしててください。ガウさんもお疲れ様で。でもさ、全然私ほんとさ、正直言ったらマジで結婚願望ないわけじゃないんだけど、お母さん紹介してくれてもいい？あ、全然いいですよ。うちのお母さん紹介しますよ。全然紹介する、全然紹介しますよ。うちのお母さん、どうぞ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 。ハチがユリアのパパになるかもしれないってことでしょう。怖っでも別にありえないことではないからね。世の中どうなるか分かんないですから、本当に。そういう意味なの？そういう意味？怖いじゃん、ちょっと怖いじゃないですか。いや、どうなるか分かんないですよ。もうなんかガが入ってきた、ちっちゃいガが。結婚願望そんなにないわけじゃないんだけど、なんかそのママとかさ見てるって、ママもだってまあ正直言ったらね、離婚したりしてるわけだから、そんななんか危ないね。なんか魅力は感じないよ、結婚に対して。やはりアイドルさん恋愛経験少なめなんですけどね。恋愛経験ありますかって言われたらないに等しいぐらいだと思います。ウブです、ウブ。エケちゃん、エケちゃんまともに恋愛したことない、マジで。まともに恋愛したことないな。まともに付き合ったことある人数2人だもん。まあ今29だから、それが少ないのか多いのか分かんないけど、まともにお付き合いしたことあるのは本当自分の中でお付き合いっていう風に思えるのは2ですね。2。みんなに今恋愛相談してんだからね。みんなに今恋愛相談してるユリアちゃんは2です。きょんちゃん流れ星キラキラありがとう。なんかまともにね、それが自分の中で真面目なお付き合いだったんだって思うのは2ですね。真面目に高校生とか中学生ってまあなんかそんな真面目に
真剣に付き合ってたかって言われたら、そんな真剣に付き合ってないと思うんですよ。そんななんか真剣に付き合ってないようなそのお付き合いも入れれば、まあもっと増えますけども、2以上ではありますけども、そういうのなしだったら2かなって思う、まともに。少ない、少ないのかな、どうなの。なんか別にね、人好きになんないんだよ。まずみんなに何回も言ってるけど、私マジで人を好きになることないんだよね。ガチで、ガチで人を好きになったことがそんなにない。2人ぐらいかな、2人。だからそれこそちゃんと自分で好きっていう気持ちが芽生えた人が2人だったから2で表記してるんですよ。他はもう別になんか押し負けみたいな感じ、押し負けてまあなーなーで付き合ったみたいなのは多いですけど、まあ、そういうのってすぐ別れちゃうじゃないですか。美容師さんとか若い子には、若い時にはいっぱい遊んどいた方がいいってよく言ってる。遊ぶって何なんだろう。遊ぶって何なんすかね。まず遊ぶって何するんすか。言ってあと3分しかない。早い、時間が過ぎるの。もっとお話したいわ。遊ぶって何なんだろうね。マジで人好きになんないね。うん、悲しいよね。人間嫌いなわけじゃないんですよ。人間観察とか好きなんですけど、恋愛的な好きっていう風な形になるのは本当に稀ですね。ねえ、早い。もうだって見て30分なっちゃいます。ありがとうみんな、今日も。飲み行くだけじゃダメなんですか。飲み行く、遊ぶってさ、いろんなことがあるけど、それだけじゃないと思うね。飲み行くだけでもいいんじゃないですか。またバンされそうだけど、それだけが遊ぶっていう形じゃないと思うんですよな。どういうのが遊ぶなんだろうね、わかんない。若いってどこまでが若いなるかわかんないけど、もう私は若いとは思わないからな、自分の中で。自分のことをそろそろね、人の名字変えないといけないのかなみたいな、知らんけど。ということで、あと残り1分なんで男女発表していきます。13位ひろいちさん、ありがとうございます。12位オリゼちゃん、ありがとうございます。11位イソニャンちゃん、ありがとうございます。10位ドラミュン、ありがとうございます。9位シンバルちゃん、ありがとうございます。8位サンダちゃん、ありがとうございます。7位タクちゃん、ありがとうございます。6位キョンちゃん、ありがとうございます。5位ベイアンちゃん、ありがとうございます。4位ハチ、ありがとうございます。3位安藤さん、ありがとうございます。2位ドンピーマンちゃん、ありがとうございます。そして1位がどこ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 じゃーん、もちありがとう。誕生皆さん、リナ席の皆さん、お外から応援してくださった皆さん、ありがとうございます。殺虫剤撒いたからかめっちゃむせる。皆さん、明日の配信13時からもよろしくお願いします。ではまた明日の配信でお会いしましょう。今日も一日ありがとう。明日も会えますように。